AI を活用しての能力開発法。経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。今日もよろしくお願いします。今年の6月1日棋士の藤井聡太さん、彼は史上最年少の名人となりました。これで7冠の達成。20歳10ヶ月での名人獲得は1983年の谷川浩司さんというね、17世名人が達成した21歳2ヶ月の最年少記録をなんと40年ぶりに更新しました。また七冠達成も羽生ね、現球団ね、1996年の2月に達成した25歳4ヶ月を上回りました。そして藤井さんといえば AI。 そこで今日は藤井聡太さんに学ぶ AI の活用法について分かりやすく解説します。テレビの報道などでご存知の方も多いと思いますが、藤井さんがこれだけ活躍できる裏にはAI の力が大いに関与していると言われています。 AI を活用した新しいタイプの棋士と言ってもいいでしょう。もともとの才能に加えて AI を駆使するものですから、ライバルの棋士はたまったもんではありません。今後はあらゆる分野で AI を活用して自身の能力を異次元に高める人材がどんどん登場すると思われます。まあこの藤井聡太七冠の登場っていうのはほんの序章に過ぎないと思っていた方がいいでしょう。そしてその彼が使っているのが将棋 AI、 DL 将棋というものをね、彼は使ってるんですね。この DL 将棋っていうのは第32回と33回世界コンピューター将棋選手権で、優勝してますね。で、第1回と第2回の電流戦チーム優勝の山岡忠夫さんっていう方によるディープラーニングベースの将棋 AI のことらしいんですね。この DL 将棋っていうのは導入の難易度は高いっていうふうに言われてて、必要ファイルと設定が非常に多くてパソコンに慣れてない人にはちょっと難しいかなということらしいです。では藤井七冠は DL 将棋をどのように活用しているのでしょうか。これ皆さん方非常に興味のあることなのでこれから紹介します。そもそも将棋ね、これお分かりにならない方は全く分からないんでしょうけども、一回の対局の中で無数の手の中から意思決定を下しているわけです。先日テレビでこの部分にフォーカスしていたのが、次の一手の選択肢が5つあるとすれば、その1つにさらに5つの選択肢があるということなんです。当然その先もその先もあるんです。まあ、素人ではね、頭の中でそれをシミュレーションするのはまず不可能でしょう。これくらい次の一手を決めるっていうのは棋士にとって難しい仕事になります。ここで彼のパートナーとして活躍するのが DL 将棋なんです。具体的には DL 将棋が提供する形勢判断、藤井聡太七段が対局で的確な判断を下す能力を得るための重要なツールになっていることは確かです。さらに DL 将棋は藤井七冠に異次元の妙手、これまでの棋士が通常では考えつかないような手を繰り出す力を与えていると言われているんです。これが彼が次々とですね、驚愕の手を打つ秘密の一部だと思っても過言ではありません。また序盤中盤の形勢を把握して戦略を立てる能力の向上も支援しているということです。このように DL 将棋という AI を活用することで彼の将棋が数段も進歩し、異次元のレベルに引き上げられ、彼の天才的な勝負強さをさらに飛躍させているというわけです。私たちも AI をビジネスで本格活用する時期に来ています。断言します。では、AI で何ができるかをこれから紹介しましょう。皆さん方もここ非常に興味あるところだと思います。全部で4つあります。まず1個目。人間が見落としがちな情報を抽出して新たな発見を生み出すことができます。人間では思いつかなかった新商品のアイデア、そして顧客が欲しがっているものが見つかるかもしれません。2つ目、
AI は膨大なデータを分析し、効率的な意思決定を手助けします。これにより人間は必要な情報をすぐに手に入れることができます。3つ目、AI は人間の認知的負荷を軽減し、作業効率を向上させます。これにより人間はより重要な戦略的な意思決定にフォーカス、いわゆる集中することができます。4番目、AI は人間の判断力や洞察力を補完し、より高度な問題解決能力を獲得することができます。以上の4点です。弊社ではチャット GPT に商談のトークスクリプトを提案してもらったり、商談のロープレの相手をチャット GPT にやってもらっています。また弊社のミッションもチャット GPT と一緒に作り上げたんです。これ皆さん興味あると思うんですね。いや、そんなミッションとか経営理念なんて AI に作れるの？っていう話なんですよ。大丈夫です。これから発表するのがチャット GPT と一緒に私がね、一緒に開発した弊社のミッションです。発表します。すべての営業マンに成功のチャンスを、これが弊社のミッションですが、非常に素晴らしいものだと思って即採用しました。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学の案内です。メルマガ社長の大学は忙しい経営者に代わって私、長谷川が様々な角度から経営の役に立つ情報を収集、分析して週8本あなたのメールボックスにお届けいたします。ぜひこの機会に登録をよろしくお願いいたします。